共同代表の、小西恭平です。COA共同代表の青木哲司です。VAICEの、取り乱し役やってます浅野と申します。VAICEの代表取り乱れ役をやってますはずです。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。今回ヘアキャンプさんのバッテリーという企画でそれぞれのサロンさんのそれぞれの共同代表の関係性をクロストークしていきたいなと思っていて、VAICEの皆さんとCOAの共同代表の皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そのまま渋谷から離れずに、渋谷の街がこう進化していくとともに、そのお客様も渋谷から離れることなくそのまま大人になっていってもらいたいっていうところから始めたお店ですもんね。そうなんですよ、はい、うん、渋谷でやってもう15年16年目ぐらいですもんね。そうなんですよ。渋谷の主ですよザ・渋谷っていう場所に構えてるんですよね。それなんかセンターが走ってるネズミたちと同じ感じですよね。オープンしたのはいつですか？最近ですよね。そうですね。そうです。オープンが6日。はいはい。ほやほや。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やった。お二人でお店を構えたのも美容業界で結構ざわついてるんですけど、そのいきさつから。まあいきさつはもう専門学校のクラスメイトで、しかももともと席が隣で。そうです。でコンテストも一緒に出て、でもずっと一緒で、まあ、でも1回ちょっと会わなかった時期があって、ね、それたまたま道でばったり会って、原宿の交差点あるじゃないですか、あそこでたまたまばったり会って、で当時僕スタイリスト多分なりたての時で、全然こう SNS が分からなくて、こう売り上げがなかったんですよね、20万とかなんか、大地の場合は逆になんか。一回辞めて美容師戻ってきてたんで、まだアシスタントだったんですけど、なのになんかこう100万とか150万とかを月にやるって言ってて、でまあもうすぐに「どうやってやってるの?」っていう話聞いて、そこからなんかインスタ始まってみたいな感じです。またそこで会うようになってみたいな。そうです。へえ、そうだね。ずっと聞いてます。逆に美容師離れてたんですね。僕ピザのデリバリーやってました。お互いなんかアドバイスし合ってみたいな。ね、そうですね。最初はもう本当一方的に僕が聞いてる感じでした。でやり方をまあ教えてもらって、なんかそれをこう素直にこうずーっとやってった感じですね。一瞬で抜かれちゃった。はい、びっくりしました。けどやっぱその時に改めて学生時代からこう天才だと思ってたんで、なんかすごいなと。で改めて学生時代みたいになんか一緒にやれたら面白いよねって言い始めて、したらじゃあもう頻繁にやって常にこう競い合ってきたっていう感じですね。そうなんでCOAのコンセプトとしてはもう本当に仲良く、はい、で幹部たちも仲良い付き合いのスタッフばっかなんで、あ、やっぱそうなんですね。はい。でもともとはもうちょっと小さめの規模で出そうと思ったんですけど、そしたら恭平が「なんかみんなでやりたいんだよね」って言って、でしかもなんかいい立地がいいなみたいな、はい、結構やっぱ厳しいじゃないですか。いや、その発想からいきなりぶっちぎりで銀座のあそこですか。いや、いいとこでやりたいの一番頂点みたいなところですけども、基本的にこう教員が夢を語ってくれて、僕が一生懸命こうなんか動いてる。僕はもう夢語るだけなんで、なんかわかんないんで、物件とかも内見行かなかったんで。そうなんですよ。言うに内見行ってくれないですよ。でもちょっとそれ似てるかもしれないです。あ、そうなんですね。物件見つけてきて。僕も後々なんで、ここを見たのは、だからもうなんかちょっと似てるなと思って。あ、そうなんですね。はい、そうなんかね、その関係性もちょっと今回深掘りしていけたらなと思うんですけど、両サロンの接点とかって僕の奥さんの誕生日でディズニーランドに行ったんですよ。はい、でミラコスタ泊まって、はい、ご飯食べてたら横の席に座ってて、びっくりしました。ね、びっくりした。あれみたいな。で、その時新人歓迎会をミラコスタでやってたんですよ。すごくないですか？新人ですよ。まだ入ったばっかりのやつをミラコスタに連れてって、なんかディナー食べてたんです。すごいパブリーですね。いや、すげえな。スタッフに任したって言ったらミラコスタよくして。で正直僕東京に出てくる時にボブヘアも入ろうか悩んでたんですよ。へえ、そうなんですよ。でそこを知ってたから実は知ってはいました、昔から。あ、注目されてたんですね。よかったね、嬉しいです。あ、もうで大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。先発担当、抑え担当っていうところで、それぞれのサロンでの役割だったりとか、ご自身の中で自分のポジションで大事にされてることをぜひ聞いていきたいなと思うんですけど。なんでしょうね、取り乱してるんでパッて思ったことを後先考えずに、とりあえず僕突っ走っちゃうんですよ。それがいいことか悪いことか分からずに僕行っちゃうんで、あんまりその大事にしてると思ってないんですけど、あ、これやったらいいんじゃないか、あれやったらいいんじゃないかっていうのは、なんかもう直感で頭の中で思い浮かべたことは行動に移すようにしてるというか、勝手にもう移してるっていうことが多いかも。今僕いろんな地方とか行ってるんですけど、はい、パッと思いついて、例えばじゃあディーラーさんとかメーカーさんがなかなかこうセミナーとか開けない状況だったら、自分からも取り行っちゃおうかなみたいな、だからもう行っちゃおうかなっていう発想のもと、はい、向こうが受け入れてくれる受け入れてくれないのはもう全く無視で行っちゃえみたいな感覚で行っちゃうとこがあるかもしれないです。そうですね。それに実際行ったのありますか？昨日まで福岡にいました、はいはい、で行こうと思いついて勝手に SNS で僕も発信してるんですよ、はい、発信してて、誰と会うとも決まってないけど、行く直前までに誰と会うかが全部スケジュールが決まるんで、あ、やってみるもんだなみたいな。結局全部スケジュール埋まりすぎちゃって、食べたいもの食べて帰ってこいなまあ知らないっていうか、まあなんかそわそわしてんなって思うんですけどなんかそわそわしてやりたいんだろうな、そう、なんかもうじっとしてられないみたいな、言う前にもう出ちゃうの。ストーリーで心の生み出してるんですよ。だからあとはだからそれを見ながらスタッフと「浅野さんなんか行くかもしんねえな」みたいな「じゃあどうしようか」みたいな感じですね。だから僕らはだからその浅野さんが行くっていうのをバックアップする感じになりますよね。うん、じゃあ浅野さん行ってもいいんだったら、じゃあこの日にじゃあスタッフどう配置しようかとか。基本的にはやっぱり僕はそのタレントさんとかモデルさんとかがやっぱいつ来るかわかんないんで、あんまり動けないんですよ、お店から。はい、発信はもうそのタレントさんモデルさんの発信に乗っけて発信するんで拡散力が強いんですけど、はい、でもやっぱりその美容界とかそういうところにやっぱり弱くて、そういうのはやっぱ浅野さんに任せつつ、だから外に向けての発信とそのうちに対する発信とか全然違ってて、はい、例えばその人材募集とかでもそうなんですけど、美容師とか美容学生とかやっぱ浅野さんのすごい見てるんですけど、うん、僕のはこの一般層が見てるんで、はい、逆に、まあ、変な話、うん、新卒募集とか出してもなんかファンばっかり来ちゃうんですよね。お店のことは知らないですけど、はい、僕が担当してるモデルさんタレントさんはよく知ってる、はい、だからちょっとコンセプトがずれるというか、はい、なんでまあだからそういう部分の発信は浅野さんに任せて、うん、逆に集客とかの部分は僕が発信してとか、そういう感じですね。日本の業界と美容業界がお二人によってこうそうですね、広がってるもんですね。もう全然やってることが違うんで、そうですね、役割が全く違いますね。なんか多分2人とも先発な気がしちゃってて、まあでも役割はすごい分けてるんですけど、多分僕は一点集中型タイプなんで本当にプレイヤータイプなんですけど、こっちは結構こう器用なタイプなんで、まあ、プレイヤーも入れつつなんかこう敬遠もしつつっていうのがすごい、まあ、万能タイプだなっていう、なんか脳と体みたいなイメージで僕はいつもやってるんですけど。分かりやすいですね。ドラゴンボールでバビディとバジンブーみたいな死ぬねこれこれやってって言われたらそれをこううまく噛み砕いてやるとか、例えば今だと商品開発とか、うん、成分とかも全然わかんないんで、うん、自分の商品ですら何入ってるかもいまいち分かってないんですけど、そういうのを全部こうたけてやってくれて、でもその広告をしなきゃいけない部分があるんで、うん、それを僕がこうになって発信してっていう風にやったりとか、自分もやっぱプレーはずっとやっていきたいんですけど、はい、多分その年齢重なってくると今みたいにはおそらくできないのかなと思うんですけど、まあ、そうなった時に会社をこう、残すためにも、まあ、スタッフのためにもなんか不労所得っていうのを多分増やしていった方がいいのかなっていうのを思ってるんで、まあ、そこをこう2人で連携して、はい、さっきヒロさんとカズさんが言ってたみたいに役割を完全に分けて。はいやってるんですけど、でもこっちも結構攻めちゃうんで、僕も攻めちゃうんで、まあその時にこっちが行き過ぎちゃった時は僕も「いやいやいや」っていうふうに抑えて、僕がこうやり過ぎちゃうとこっちも抑えるんで、僕らの場合もしかしたら僕の方が攻めるんですけどお互い攻めちゃうかなっていうのは、うんうん、確かにまあそうですね。一心同体というか二人三脚常に、うんしてらっしゃって、なんか言葉を交わさなくてもお互いのことが分かるような、ね、水買ってきちゃったし一緒になのでまあお互いやっぱ攻めるんで、うん、やっぱその今まで友達同士だった時は一回も喧嘩したことなかったんですけど、やっぱお互いこう同じ会社になった時に、うん、なんか意見がぶつかり合ってこう揉めたりとかはするんですけど、本当その日とか次の日にはもう仲直り。うんしてるっていう感じですね。なんか揉めた日は必ず一緒に写真撮るんですよ。あ、はい。逆に。なんか今まで友達時代揉めたことないんで、ね。ないよね。言い合いした時の写真を撮るっていうルールにしちゃって。何で揉めたの？それは何だっけ？こうお互いやっぱこうスタッフを思うんですけど、スタッフを思いにもいろんなこう考えがあると思うんですよ。スタッフを守るためには。お金すごい大事だしっていうのをすごい言ってくれて、でもお金を絡みすぎるの嫌だみたいな感じで僕は言うんですけど、なんかそこで意見をこうもういいみたいな感じなんですけど、まあ、次の日やっぱごめんねってなるんで、しかも家繋いだからピンポンってなって、あ、そうですねごめんねみたいなまあなんかお互いやっぱ分かってるんで、そこはね、なんかいいよね。よくしようと思ってる意見の2人とも同じは同じだから、逆にその大ちゃんの場合はなんかこうはっきり言うんですよ。もうスタッフに対してもズバッて言うんで、多分怖く見られやすいと思うんですけど、でもすごいやっぱ根は、まあ、いい人で、その多分大地に言えるのが多分僕ぐらいしか言えなくて、他みんなこう怖がっちゃうというか。怖くないじゃんそんなめちゃめちゃ仲いいじゃん仲いいんですけど、やっぱなんだかんだ気を使われやすいタイプなんで、目力も強いですし、大体面接の時はなんかみんな僕ばっかりいるんで基本的に僕の役割は恭平の夢を叶えるっていうイメージ。やっぱりスタートがやっぱ友達でスタートしてるからこそ、なんかコアってこう個人的には昔遊んだ近所の公園みたいなイメージで、子供の頃ってその公園さえあれば最強だったじゃないですか。けど今やっぱこうどんどん美容師としてこう伸びるにつれて、やっぱおのおのいろいろ思うことがあって、でだからこう自分でお店を出すとか、ね、いろんなことがあると思うんですけど、なんかその仲いい友達たちがやっぱこう一番楽しくいれるとこを作るってことに専念してるんで、だからさっき言った広い美容室がいいっていう、なんかむちゃくちゃなこと言うなって言うけど確かになと思ってでもなんか内見いかないなとかまあ、ある程度給与水準も高い方がいいなとか、現実結構厳しい。なんかそれだったら、まあ、自分が持ってる知識を使って商品とか薬膳を作ってるんですけど、じゃあこっちをじゃあ先に全国展開して、で広い箱を出したらこう店舗展開も 100% 向いてないじゃないですか。もし一緒にいたいから余計向いてないっていう、ってなると、まあ、そういう別事業をやるしかないなとかっていうふうに考えて、こう僕はこうサポートある種攻めているけど守るために攻めてるっていうか、めちゃめちゃ頭が切れるんですよ。2人がなんかバラバラになったらもう終わる気がします。バラバラだって意味がないっていうか、でことぼこ変わったみたいな、もうね1ミリの差もなくはまってる感じが。でも面白いですね。今ってみんなこう店舗展開を考えるじゃないですか。そういうんじゃなくてみたいな、もう全く考えてないです。まあやる必要な時はやるんですけど、基本的にやっぱりみんなでやるっていう、仲良く入れるように仕組み作り楽しい場所を作る。あ、そうそうです。今は自分たちの公園を一生懸命作ってるってことですね。だからちょっと内装とかもやりすぎなぐらいやってやりすぎっすよねあれはやりすぎじゃないかみたいな。なんかこういろんなこう先輩経営者の話を聞いてると、まあ、本当に大きい箱とか内装に書きすぎ絶対ダメってたくさん教わったんですけど、真逆走ってるんです。でも夢を聞いてるとあ、確かにこっちの方がピュアでバカで素敵だなと思って、だから正直こう下手したら潰れるかもしれないけどね、楽しさが一番。いやでも絶対そっちの方がいいと思う。遊びに来たんですね。いつもこう支えてくれるんで、今でもこれからもずっとお待ちなんでって思います。形にしていきたいなと。